裸の美奈子は、タレント、美奈子の自伝、並びに、それを原作とした映画及び漫画。テレビ番組、通回。ビッグダディで注目された美奈子が、ビッグダディと出会う前の知られざる壮絶な過去を自ら、告白。番組では、触れられず謎であった二人のなれそめも初公開。ビッグダディと離婚する前の別居中の小戸島にて、執筆した。著書をベースにした、リメイクドラマが、 タレントデビューする前の2013年6月7日に、中井雅宏の金曜日の妻たちへ、気になる女スペシャルで放映された。2013年11月9日公開の日本映画、英名アンドレスド・ミナコ。ミナコが原作、キャスト、脚本、監督は森岡俊幸、チャンスイン配給、裸のミナコ製作委員会、PG-12 指定、自助伝、 裸の美奈子を原作品にしたフィクション映画。ビッグダディとの離婚から10年後の美奈子と6名の子供たちを描いたもので、美奈子の回顧録として原作品のシーンが挿入されている。PG12 版のロードショーは2013年11月9日から11月29日までの3週間行われた。また、R-18 指定版の 裸のみなこ R-18 が再編集されて、2014年2月8日、シネマート六本木にて限定ロード賞された。DVD レンタル向けに R-15 指定版も制作されており、計算バージョンが存在する。ありがとうございます。